どうも菊一文字です。よろしくお願いします。バッサッ。いやねえ、あんなに泣かれるとね、まあ、幸せの涙ならそれでいいんですけど、まあ、あのね、お前は何の涙なんだよ冒頭から。聞いていい？昔のね、卒業アルバムとか見てたらね、まあ俺昔でからやろう、もう一回。はい、ぬる。はい、どうも菊一文字です。よろしくお願いします。バッサッつって ねリセットして、やっていきたいと思いますけどね。ね、昔の卒業アルバムとか見てたらね、俺ね、昔なりたい職業っていうのが消防員だったんですよ。で、まあなんでなりたかったのかなとかっていうのも覚えてないんですけど、まあ当時はそうなりたいって真剣に思ってたんだなと思いましてね。大野は昔なりたいものってありました？早口言葉言います。三色のパジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマって言おうよ。早口言葉になってないから、それ。違う、聞いて聞いて。昔なりたいもの。おー、うん、俺はもうずっと芸人になりたかったから、もうそれ以外ないな。かっこいいですね。あ、でも今なりたいものあるね。おー、何？え？え？声優。お。声優。あー、声優。練馬店。あ、スーパーマーケットの方は？あ、そうだ。なんだと思ったんだよ。いやいやいや。他に何があんだよ。ね、どういうことっすか？いや、だからここが、惣菜コーナー。あ、お前がそうなの？レジ。で、ここでデザートがあって、これパンコーナーだよな。え、じゃあ、ここはここ、駐車場よ。狭いな。いや、広いだろうが。いやいや、わかった、怖い。この広さ。怖いよ。わかった、わかった。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。よく見て。わかった、わかった。わかったから、ごめん、俺が悪かったよ。ああ、これ駐車場。駐車場ついちゃった、これ。もう本当に。お前の方を向くたびに気になってしょうがないよ。ああ。違うでしょ？うん。職業の方でしょ？ああ、まあ、ね。いや、でもまあ職業の方も。まあ、どれも職業だからね。ね、うん、まあ声優さんもいろいろ。大変ですよ、ね、でもそれはお前が言えたことじゃないよな。やってみないと分かんねえんだもん。なんかね、変な気持ち。俺も泣いていいかしらなんつってね。よそ、まあ、そうだよね、そうだよね。俺分かんないよね。そうだよね、うん、そう やってみないと分かんない。そうそう、だから一応練習しよう。お、練習しよう。いいよ、やろう。どんなことをやろうか。アフレコ。アフレコね、アフレコ、アニメの動きとかに声を当てるやつ。そうだ、だから町田が、うん、この画面越しに動いてくれたら俺声当てっから。あー、なるほどね。分かった、じゃあ俺動くから。じゃあ何の動きか当ててね。あー、任せろ。オッケーオッケー、やっていこう。よし、じゃあいくよ。うん、おう、うん、おう、からん、これよ。ほら、わかるでしょ。まず、ね、余裕。あー、じゃあ行こう。いける？うん、はいはい、いくよ。5メートル先の鶏肉に塩コショウ。届け届け届け、届いた。全然違うよ。待って、はい、5メートル先の鶏肉に塩コショウを振るアニメって見たことあんのか、お前。そういう動画、ほら、違う、こういうのあったけど、確かに違うの。確かに似てたかもしれない、これとこれは。違う。ダーツ。あー、ダーツです。ダーツ全然違う。そう。うん。次行っていい？おい、行くよ。次行くよ。で、もうちょっとね。次こそ任せる。うん、次、オッケー。頼むよ。うん。あこれは分かりやすいね、もう。あ、もう、決まっちゃった。あ天才。これは簡単です。わかるわかるわかる。これはやってもらわないと。行くぞ行くぞ。いいっすか？いきますよ。はい、うん。お願いします。はい。でっかい虫が、右左右左。
右左右左下に止まった。よし、ここでハエ叩きで叩く。すごい速さで向こうに移動した。くー、緊張る顔。いやいや、バカ野郎。その速い虫何なんだよ。いや、なんかな、お、なんかあれじゃん、なんかジブリのやつ。だとしたらあるよ、もうそのアニメ。ああ、そうか。ピッチャー、野球の。ああ、ピッチャーです。これな。な、ちょっとなんかよくわかんない。どこに投げたの今。違う。次、次、次行くよ。次行くよ。これね、これ。やろうやろうやろう。え、行きますよ。うん。ああ。はあ、はあ、はあ。おぉ、おぉ、あー、はい、これね。はい、これ。これはできるでしょ。余裕。オッケー。じゃあ、お願いしますよ。はいよ。はい。本日は、モノマネメドレーで楽しんでいただきましょう。まずは、声の小さいアントニオ猪木。1、2、3、ダーン。その後はどんだけ。その後に奈良の大仏。最後に寿司だ。バカ野郎、何言ってんだよ。いや、美しい。ちょっと寿司三昧に寄せたわ今俺も。聞くほど違うよ。いやいやいや、問題ないはずだ今。違う、手品師だ今。いやいや、問題ないって。で、できてないって。いや、できてたって。なんでそんなに自信がある。どえきてんだもん。どえって言っちゃったよもう俺は。おえって言っちゃったけど。違う。わかった。わかった。じゃあもういい、もういい、もういい。次やるけど。やる。声出します。ほう。もう大ヒント。なるほど。うん。で、それに合わせて同じこと言ってくれればいいから。同じこと言う。そう、俺とね。うん、うん。いい？うん。オッケー。まあ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 、ヒントがあるからわかりやすいな。そうそうそう。お願いしますね。じゃあ行きますよ。お願いします。ちょっと待てよ。何よ。もう、私のお腹の中にはあなたの子供がいるの。なんだと？来ないで！私はあなたに迷惑かけられない。だから、あなたの前から消えるわ。おう。なんで、なんで来るの？お前が好きだからさ。お前に一つの不幸を与えてしまうかもしれない。でも、九の幸せをお前に渡す。だから、三人で幸せになろう。これ、ナズルだけでいい。君はって何を言ってるんだ。恥ずかしいよ。ごめんなさい。Q の何。いや、違う違う。恥ずかしい、恥ずかしい。こういう感じの、まあ、こういう感じのアニメ見たことないけど。恥ずかしい。でもやるだけで、これやるだけで。まあまあ、今のやればいいと思う。そうそうそう。なぞってくれる。やろうやろう。行、うん、くよ。行くよ、うん。はい。行こう。セッパ、ソモさん。こんなところでもトンチ勝負ですか、一級さん。どうするんだ、キヨヤ。待ってください。この橋、渡るべからずと書いてあります。ちょっと、この橋渡るべからずと書いているでしょう。真ん中を通っているからさ。そう、これが俺、一級さん。一休さんのクオリティ低いわ。アニメもうあるわ。いや、聞け。スーキ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 。下手なんだよ、全部。いやいや、もうこれで俺はもう完全に声優だから。いや、絶対にできないと思う。もういいよ。どうもありがとうございました。